明けましておめでとうございます。24種の野食材を使ったおせち、おせち、おお、これおすすめですよ、ほんとおすすめあ、じゃあ、ね、お疲れ様です。穴が開いてるんですけど、ちょっと三日月型なんですね。すごいんだけど、ここ全部浜大根もうラーメンに乗っけてもいいし、これだったら結構生でも食べられるし、はい、これがギシギシですね。今日これも使ってお料理していきます。おせちに多分ぴったり合うと、和食にぴったり合うと思います。これで今から作るのが梅の寒天を作ろうかなと思ってます。冷めたコーディアルを型に、そう、型に入れます。こっちもちょっといい感じだから、なんかちょっと薄い感じになりそうですけどね、これだとね薄くなっちゃいそうだけど、まあ型に入れよう。はい、薄薄だな、もっとたっぷり使った方がいいかな。まあいいか、冷蔵庫に入れます。どんぐりきんとんを作ります。はい、どんぐりきんとんを作ります。で、これどんぐりの甘露煮を作ってきたので、少しちょっと潰しましょう。そしたら多分きんとんですね。きんとんっぽいですね。まあいい感じにこう丸くして、そうするとまん丸くなるから、こんな感じでお皿に盛る。それは一体何になる予定？これは松風焼きを作る予定なんですけど、何か全く違うものが出来上がりそうな気がしますパン粉がないなかったので。よし、とこう四角いものにこう入れて焼くんですけど、自分でなんとなく形を整えます。秋のエノコログサといって、あの猫じゃらしの、身の部分ですね。これはそれをごまのような香ばしさはないんですけど、ごまのように使ってみます。蜜につけて、1日蜜につけて、でその蜜のまま、こうくっついてるけど、蜜のまま、フードドライヤーにかけて乾燥させたものなんですけど、これをどうするかっていうと、フェモラータ甘納豆を作りたいなと思って、フェモ納豆を作りますここまでやってあるんで、あとは粉糖と、きな粉かけるだけ。あとで粉糖かけたら甘みも増して美味しいかな。あ、これはですね、これは春にとって塩漬けにしておいた板鶏ですね。タデ科の植物なんですけど、まあ別名スカンポって言われていて、結構なんだろうな、東北の人なんかこう皮を剥いて噛むと酸っぱい味がするということで、スカンポって呼ばれてるものです。それを塩漬けにして、保存しておいたものになります。大体こう斜めにすると味が染みるんで、斜めな煮物にするので、食感よりも味が染みる方がよくて、はい、松風焼きです。これはね、ギシギシという植物なんですけど、野草なんですけど、こうちょっと見てわかるかな、こうぬめりがすごいあるんです、こうぬめりが。でギシギシ、今の時期ものすごい新芽を食べるんですが、新芽がすごくこうぬめぬめするので美味しいですよ。でこのギシギシはちょっと酢の物にしようかなと思ってます。はい、これ浸した浜大根ですね。はい、生酢みたいにしようかなと思って、生酢のようなものにしましょう。熱いですねこれ鬼ぐるみという川辺に生えているくるみをほじっています。いい、こんな感じでかなりギュッとしてますね、身がね。ちょっとですね、もう一品を自分の方でやらせてもらおうと思うんですけど、農さんがね取ってきてくれたタンポポがあります。でタンポポはかなり便利な植物で、上から下まで使えるんですけど、今回は下、根っこを使わせてもらおうかなと思います。タンポポってキク科なんですけど、グループ的には
同じキク科で根っこを使う野菜、ご存知ですよね、皆さんね、ごぼうです。で今回ごぼうの代用として使ってみようかなと。でごぼうというよりこのなんか大根みたいなね感じですけど、大根はあれはアブラナ科なので科が違います。香りもまあそんなに強くはないけど、多少キク科っぽい香りがありますね。で木質化した部分は削いでおきましょうか。はい、ですね、こちらは先日、釣ったアナゴです。良いアナゴが釣れました。50センチオーバーの食べ頃サイズで、非常にね脂の乗りが良くて、でご覧の通りこう色もですね大変綺麗で、これはそれをまあ目打ちをして開いて中骨を取ってヒレも取ったものです。すげえ。このですねアナゴをまず半分に切ります。この一つを使って束ねて、はい、で止めたらあとはぐるぐる、こんな感じで、ではい、こんな感じで巻けました。そう、作るのはねごぼうのやわった巻きです。ごぼうじゃないね、タンポポの根です。これまあ味がね、つきやすくするっていうだけの、こいつをお酒とみりんとだしつゆとお醤油と砂糖で作った汁なんですけど、これをまあ要はこの焼いたものをこっちで煮ていきます。これを煮ていきます。じゃあまあ今日ねいろいろお正月料理作ってきたんですけど、はい、最後のね、仕上げにお雑煮を作っていきたいなと思いまして、はいはい、お雑煮のお餅の方はねまた別工程で作るんですけど、それはそれとしてお雑煮で一番大事なのは何か、僕はね出汁だと思う。出汁ですね、うん、なんでこだわりの材料で出汁を取りたい。はい、で今回それで使うのが、はい、白ギス。お、白ギスですね。はい、天ぷらとかで有名なお魚ですけども、うんうん、とても良い出汁が出ます。なので、それをね今回その焼き干しにしてまして、この焼き干しを使って出汁を取って、それでお雑煮を作ろうかな。はい、わかりました。はい、具材は私が用意してます。あ、これはですね、あのどんぐりを加熱しないで、あのミキサーにかけるんです、水と一緒に。でミキサーにかけて。で、そうするとでんぷんが下に沈むんですよ。で、沈んだでんぷんを毎日精製するというか、ね、きれいな水と合わせてどんどんきれいにしていったのがこれ。で、気をつけなきゃいけないのはすぐに焦げつくのとすぐにダマになるので弱火で丁寧に練っていかないといけない。何しないと時間がかかる。本当はどうしようか。ここで切っていけるか。作ったり、しました。じゃこれ冷やします。あったかいの入れたら溶ける。そうですね、ちょっと想像しがたいな。水筒か。あれなんかちょっと黒いのがありました、ね、はい、なんかまあでんぷんがね結構純度が高かったので、うん、どちらかというとくず餅みたいなのができました。いいと思います。はい、ブルブルエレファント。じゃあ、先ほどですね蒸して冷や冷ましたですねどんぐり餅というかどんぐりでんぷん餅が出来上がりました。でこちらをちょっと切ってみたいと思います。
まあ餅ですよね。餅っていうかわらび餅ですよね。お餅を鍋に乗せて、そこにこちらでお雑煮完成でございます。あ、いい感じ、ほらおめでたい感じになってきた。で、こちらが先日焼いて丸めて冷やしておいた伊達巻きです。すっごい巻いた感あるなはい、で、かまぼこはよし、あなごです。あ、柔らかいんですね。柔らかいですね。こんな感じで、はい、で、これ盛り付けていきたいと思います。はい、盛り付けましょう。いやー、完成しましたね。はい、完成しました。お疲れ様です。こちらこそ。ありがとうございます。はい、じゃあ早速食べていきたいんですけど、とりあえずその前に、はい、はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、今年も夜食をよろしくお願いします。で、今回ね、おせちを作るにあたって、はい、自分は、まあ、ちょっとその得意分野ということで、タンパク質部門というか、まあ、魚を釣ってきて魚の加工料理をメインに担当させていただきました。で、他のというかですね、まず野草と野菜とこの僕が作ったこのお魚以外は全て今回のんさんが、はい、野草担当しました365日野草生活のんです。ちょっと野草とプラス虫もちょっといますけど、はい、それ担当しました。重箱が何段埋まるかっていうところからここまで来れて、はい、まあ本当に良かったですね。そうですね、最初はもうなんか本当に重箱埋まんないかもねみたいな。そう、重箱を使うかどうかみたいな話だったんで重箱がね、埋まったどころかこんなぎっちり2の10まで入って、ね、しかもいずれもね、これ本当にね、まあ、全く見劣りありませんからね、はい、市販品と比べても。うんうんうん。こちらがですね、ウツボの伊達巻き、ウツボのすり身が入っている伊達巻きですね。で、同じこちらウツボのすり身で作ったかまぼこです。で、それからこちらがですね、のんさんが取ってきてくださったタンポポの根を、使って作った あとそれで釣ってきたアナゴですね。で、巻いた八幡巻きとなっております。じゃあ右からいきますかね。はい、はい、こちらが多摩川で掘った菊芋と富山で取ってきたいろんなキノコ、なんかムキタケとか、栗タケとか、あ、栗タケかな、大体、うん、栗タケとかが入ってます。で、こちらが、のびると鶏肉を合わせて、で、上にエノコログサを、まぶした、松風焼きですね。で、こちらの手前のものが板鶏と鶏肉の煮物です。はい、竹本さんが取ってきたフェモラータオモモブトハムシという、昆虫を蜜漬けにして、で、乾燥機にかけた、甘納豆風です。なのでフェモ納豆になります。浜大根の、ナマス、ヤブツルアズキ、煮たものですね、黒豆ですね、どんぐりキントンです。どんぐり、これ結局どんぐりだけで作りました。ただ色味がちょっと黄色いのがなぜかっていうのは食べればわかります。はいはい、はい、ギシギシの酢の物ですね、山椒の、お花の部分の佃煮です。玉川の鬼ぐるみの田作り風ですね。でこちらのこの紅白の梅花缶といいますが、赤い方が水葉の、梅花缶で、あ、水、この色はじゃあ水葉の色、はい、そうです、水葉のコーディアルで、もう水葉だけですよ。すごいすごい。水葉のコーディアルを作って、それで作りました。こちらが、このフェモラータオモモブトハムシを蜜漬けにするときに出た、残りのなんていうの、香りがすごいんですよ、エキスがすごい。そうです、フレーバーが、はい、なんかすごかったので、フレーバー蜜ですね。そうですね、はい、そのフレーバーがすごかったので、そのフレーバーを使って、梅花缶の白いのを作りました。紅白でちょっといいかなと思って、はい、ですね、こちらがマノンさんが取ってきてくださった野草類と、それからマノンさんが作ってくださったどんぐりのでんぷんですね、
はい、これを、まあ、どんぐりでんぷんを餅状にしたものを入れた、あと、まあ、鶏肉が入ってますけど、野草で作るってすごい実際結構難しいと思うんですよ、野草だけで作るって考えると、うんうんうん、でもそれをこうどうにかしてできないかなって考えるのが私は楽しい、うん、うんですね。僕なんかもあの決め打ちであれですからね、よしかまぼこ作るからウツボ釣るぞみたいな感じでね、まっすぐ、はい、道を走らせて、そういうタイプなので、僕自身がこれを作るからこれを取るってタイプなんだ。そうそうそう、取るぞっていうタイプなんです。ああ、そうなんですね、うん、私はなんか今の時期これが旬だから、これが取れたから、うん、じゃあ何作ろうなんですよ、うんうんうん、反対ですね。反対ですね。へー、ものもののポテンシャルという、いやポテンシャルすごいですよ。そうですよね、うん、全部違うもの。そうそうそう、え、一体何品のものが入ってるんだろう。カウントします。カウントしよう、カウントしよう。こっちがまずからしな、なずな、運べどんぐり、どんぐり、ちはまてまし。あー、そっかそっか24種すごっ、24種の野食材を使ったおせち、おせちとなっております。24種類おお。ちょっと、まあ、おせちということで日本酒で、あの、まあ、おめでたい場なので騎乗酒というものをね今回ご用意しておりまして、で、まあ、騎乗酒っていうのは簡単にお酒で仕込んだお酒です。仕込み水にお酒を使うとどうなるかというと、まあ、そのまず濃くなる、でそれからあのこうアルコール発酵途中で止まる部分もあるので甘くなります、うんうんうん、すごく濃厚になる。さらにこれはそれをこう樽熟スティックというものを入れてですね、あの樽のちょっとこうなんていうのかな、焦がしたような感じとかバニラのような感じとかを、うん、香りをより追加しているので、うん、パワーがあると思います、非常にいいですね。はい、ちょっとこれを夜食おせちと合わせて、はい、行ってきましょう、楽しんでいきたいと思います、はい、じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様です。おいしい甘い、やっぱね、ちょっと栗きんとん、どんぐりきんとんの、どんぐりきんとんやばいですよ。食べたらあれなんですよね、わかるんですよね、食べたらわかる、黄色い理由がわかる、うん、なんだなんだ、どんぐりきんとん食べたら黄色い理由がわかる。うん、これウコン。そう、ウコンの色か。そうそう、口なしがなかったので。なるほどなるほど、いや、でも合ってると思いますよ。ギシ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 いきます。はい、ギシギシはもう酸味強いです。お、うん、あ、でもこのおせちに欲しい味、うんうんうん、口をこうリセットしてくれる感じ。あ、美味しい、うん、うまいっすね、うん、酸味ちょっと強め、うんうん、まあ浜大根は買って知ったら浜大根なんですけど、そうですね、ちょっといただいてみましょう。はい、浜大根です。浜大根、この辛さがいいですよね、やっぱりね。美味しい、でも、うん、思ったより辛くない。はい、手作りいこうかな。はい、これはでも そんな手作りっぽくなってないです、オーブン使ってないんで。うんうん、あ、くるみが香ばしい。でも、うんうん、やっぱ鬼ぐるみ油多いですよね。油多いですね、うん、うん、すごく油が多い。油多いですね、やっぱり。これがやっぱ贅沢な感じしますね。うん、贅沢ですね。鬼ぐるみやっぱギュッとしてる、うま、ん、みギュッとしてる。正直ね、鬼ぐるみ殻割るの厄介すぎて、うん、厄介すぎる、使おうという気にならないんですよ。そうなんですか。うん、でもこんなに美味しいんだったらやっぱ頑張って万力使ってね、万力でもあれ結構大変ですよ、こう指で押さえながらグッてって、うんうん、キクイモいこうかな、うんうん、キクイモ、うん、その正直これ見た時の驚きとして、こんなでかいのあるんだって、うん、実はあるんですよ。ちっちゃいのしか見つけたことないですよ。一生懸命探すとあるんですよ。てか一生懸命探さなくないですよ、うん、やっぱりそうか。うん、めちゃくちゃ頑張らないとないですよ。美味しい、うんうんうん、じゃあ、うん、鶏とのびるの松なんでしたっけ。松風焼き、松風かどっちかわかんないですね。いただきます。松風焼きかもしれない。めっちゃプチプチする、うまい。うん、これおせちっぽい、うん、すごいおせちっぽいですね。お
おせちっぽい。うん、オーブンで焼くんですよ、うん、なので結構日持ちもするらしくて、うんうんうん、はいはいはい、うん、この上のえのころぐさんの身がね、やっぱりいいですね。うん、いいですね。満を持してこのフェモ、ね、フェモ納豆フェモ納豆いただいてます。フェモ甘納豆です。おお、うん、いきなり西洋の雰囲気。うん、ものすごい、あの杏仁粉ですね。うん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 。で、歯ごたえはカリッとしていて、うん、そのまあ虫っぽいのが苦手な人にも全く受け入れなく受け入れられそうです、うん、これは。そうそうそう、一旦やっぱ蜜につけてドライにして乾燥させたので、急速乾燥機で、なんだろう、こう縮まった分またなんか食べやすい感じもするし、そうですね、苦味もだいぶ抑えられてる。そう、苦味がない。どうしてもフェモ結構苦味があるんですよ、苦いんですよ、うん、だからそのフレーバー的に使われるんですけど、うん、これはね全然ね苦味を感じません。感じないんですよ、うん、これいいと思うんですよ、ね、そうですね。なんか虫苦手な人ってこう噛んでブチュって出るのが嫌だって人結構いるんですけど、 それもうマジで一切ないんで、うん、これおすすめ、うん、あのもう正直ねフェモブームもこう一回ガーってなってこう一旦なんかフェモ取ったけど使い切れねえやみたいな人いると思うのでこれおすすめですよ、ほんとおすすめ。食べましょうよ。かまぼこは絶対普通に美味しい。じゃあかまぼこ食べましょう。かまぼこはね、美味しいです。かまぼこ食べます。かまぼこ美味しい。かまぼこです。やったなと。本当に美味しいよ。あの弾力すごくないですか、うんうんうん、味はね、まあそれは正直美味しいのは当たり前だと思うんですけど、うんうん、弾力とかこの感覚、白さとか、うんうん、あの市販のかまぼこにすごい近づいてるのはすごいなと思いますね、うん、すごい。つなぎもね全然入れてないんで、卵がちょっと入っただけなんで、卵白が、うんうんうん、すごい。やっぱウツボのポテンシャルすごいな、うん、これはすごいですよ、うん、本当に美味しい。じゃあ伊達巻きいきます。伊達巻きいきます。いただきます。いただきます。なるほどね。うん。あの美味しいんだけど伊達巻きじゃないな。うん、そういうこと、うん、うん、これはなんかこう卵の風味の強いかまぼこ、うん、あのを巻いたもの。かまぼこ、かまぼこ巻きかまぼこです。うん、あのね、あの分量とか間違ってないんですよ。うんうん、ちょっと、うん、ウツボの粘りが強すぎて、そのもっとこうカステラ感出したが出てくれるはずだったんですけど、こう断面見るとカステラなのに歯ごたえ弾力が完全にかまぼこなので、あの伊達巻きかまぼこです、うん、伊達巻きかまぼこです。これ美味しいです。味はいいです。うん、美味しいです。まあ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 、まあ、気を取り直してね、アナゴ、うん、アナゴ食べましょう。いただきます。タンポポが入ったアナゴ巻き、うん、美味しい。タンポポのね、全然癖ないですね。めっちゃ美味しいタンポポ、うんうん、タンポポが、うん、言ったらこれごぼうと大根の中間ぐらい、うんうんうん、な感じで非常にこうタンポポの、ね、美味しいですね。サクッとして、うん、ちょっと切れる感じの歯切れの良さ、うんうんうん、柔らかくてちょっとねっとりとした舌触り、うん、ねっとりしてますね。これはすごく美味しい。ちょっと繊維質ありますけど、うん、美味しいです。でもその繊維が歯に引っかかるようなそういうのじゃなくて、うん、ちゃんとこう噛み切れる感じの、うんうん、レンコンっぽさもちょっとあるんだな。不思議だな。うん、うん、よし、じゃあお雑煮いっちゃうぞ。お雑煮をどんぐり餅、どんぐり餅を食べますか、まず。はいはい、じゃあどんぐり餅、こんな茶色い餅ですけど柔らかった予想の10倍柔らかかった。なんだこれ。ね、どんぐりの味すごいする。わらび餅とも違います。全然違う、うん、あのでんぷん質を感じますね、うん、でね、あのどんぐりの味しますね、うん、何ですかね。何に例えればいいんだこれ。例えられなくてどんぐりですね。どんぐり餅です、うん、例えられない。ねっとりした、うん、うん、お餅というよりは水豚に近いものですね。そうですね、水豚に近い、うんうんうん、すごい柔らかい水豚、うん、みたいな感じかな、うん、で、どんぐり風味の水豚みたいな、
もう美味しくて全部食べちゃいそう、うん、やばいやばい本当に美味しい、うん、素晴らしい、うん、本当ありがとうございます、うん、いえいえいえいやしかしやっぱこう、はい、あれですよねその、まあ、身近な環境に野草あるっていうのは、はい、まあその僕なんかもね自分のブログとかで呼びかけてはきたんですけど、はい、絵として、うんうん、玉川です小玉です草ですみたいなところからねこれが完成するっていう流れがやっぱいいですよね。そうですよね、うん、これも本当に玉川ですもん。そうですね。あとそうあの今日ね釣ってきたウツボ今日、ね、じゃない今回釣ってきたウツボの、はい、もうまああの身は食べたんですけど他の部分をねちょっとまた別の食材とは違ったベクトルの加工をしようかなというのをちょっと考えてまして。まあ、そういうのもね、今後紹介していけたらいいなと思っております、はいはい、どんどん広がっていきそうですね。そうですね、ね、食べるだけじゃなくてね、そう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 、いろんなね、うん、使い方をしたいんです、うんうん、せっかく取ったものですからね、うんうん、そうですね、うん、